はい、あすけですけれどもよろしくお願いします。あの佐藤先生ですけれども、新州大学教育学部ということで、えー、今年ですね、えー、からお世話になっております。えっと今回の新州大学との取り組みの中でもですねあの一緒にやらさせていただいているのと、あの本当に3月のところからえっとオンライン授業についてはいろんな方面の方たちとやり取りをされて、えー、いろんな提言をですね提案をされているということで今日はあのお願いしました。 じゃあ佐藤先生、えー、早速ですけれどもよろしくお願いします。はい、えー、皆様おはようございます。えー、新州大学からえー、佐藤でございます。えー、と本日はウィズコロナ時代の ICT 活用教育というような、えー、タイトルで、えー、講演をということを、えー、お願いされておりますので、えー、まあそういったことをですね先生方と考えていきたいなと考えております。あとそれからですね事前にあのー。 えっと先生方からですね。えっと質問の答えをいただいて回答いただいておりましてお忙しい中ありがとうございました。えっとまあそれもですね。含めてパネルディスカッションの方でえっと取り上げていきたいなと考えております。よろしくお願いいたします。えっと、それではですね。スライドの方見えてますでしょうか？えっとこちらの方から始めていきたいと思います。僕の方からはえ20分ほどになると思いますけども、もえー、お話をさせていただきます。 えっと、まず初めに、えー、っと少し自己紹介させていただきますが、も、えー、ともとはです、ね、長野県の生まれでして、えー、東京の教員を、えー、っと11年ほどやりまして、研究者に転身をしておりますで。その後ですね、今年の4月からですね、新州大学の方に着任をしているというものでございます。 も、えっともと、ね、僕がその情報教育に興味を持ったというか関心を持ったのは、まあ、長野県、えー、ならではの出来事で中学校時代に松本市に、あのー、住んでいたんですけども、まあ、そこで起きた松本サリン事件の冤罪報道ですねああいうところからその情報を正しく読まなければいけないとか何かそういうことに興味を持っていったのが情報教育の,あの僕の始まりだったかなというふうに考えておりまして。 まあそういう長野県に帰ってきたっていうところは僕の中で少しこう考え深いなというふうに考えているところでございます。えっと今日のお話ですけども、えっと、1つ目がですね今、話題に上がっておりました新型コロナウイルスの対策、対応とオンライン授業について、学習についてですね、2つ目がですねここで終わるわけではなくて、これからギガスクール構想というところへ向かっていくわけなんですけども、そこの基本的な話をしてまいりたいというふうに考えておりますよろししくお願いいたします。 でまず初めにですねそのオンライン学習はどのくらいやられていたかということが文部科学省から出ているわけなんですけどもあの4月16日時点では5%、えー、しかなかったということですねでいなし様の方の、えー、先生方からの,あのご意見いただくとですね、まあ、多くの学校様で Zoom、えー、であるとか、えー、オンラインであるとか、まあ、そういった言葉がたくさん出てきておりましてさすがいなしだなと。 いうようなことを感じているわけなんですけども世の中的にはまそんなことはなくてですねほとんどされていなかったということがまあちこちのマスメディアから話題になっていたかなと今でもその話題は出ているかなというふうに思いますで、えっとこの5%の学校なんですけどもやはりこれまできちんと整備してきて毎日先生も児童生徒も 活用してきた学校だからこそできたというふうに捉えられているというのが今の実態なんじゃないかなというふうに捉えられています。えっと声きちんと聞こえてますでしょうか。大丈夫ですかね。安江先生大丈夫ですか。はい、とってもよく聞こえております。あ,ありがとうございます。はい。えっとでオンライン授業のその学習の種類なんですけども、あのすごくざっくりえっと書かせていただいてるんですけども、まあ、教材の配信であるとか。 家庭との連絡であるとか、テレビ会議システムとかですね、遠隔教育システムの利用であるとか、まあ、そういったことが、えっとまあ、あの私たちの,あの学校教育の中では考えられているところかなというふうに、えー、思います。 あの、ベースにですね、ベースには家庭教育、家庭との相互の連絡があったりとか、まあ、その中で、えっ、ー、と、教材の配信であるとか、えっ、ー、と、遠隔教育のシステムだとか、まあ、そういったことを使われていくっていうのがベースかなというふうに思っていますけども、あの、そのベースになるようなあの仕組み、例えばこう今 Google クラスルーム出してますけども、あの、まあ、こういったことが使われていて、教材の配信であるというような形であれば、あまりこう、苦労はないかなっていうふうに思うんですけども、 まあ今回の,そのコロナウイルスの対策というところで目立ったところは、この家庭との相互連絡をするような仕組みがない状態で、一方向の やり取りやり取りになってない状態ですね。教材だけ配信されているような、まそういったことが多くて家庭で困っていたというような話をよく聞かれます。えっと子供は学習に集中なかなかすることはできないわけですよね。先生方が普段学校にいて指示をして説明をしてそして発問をしていいタイミングで教材を出して友達が学習をする姿があって。 えそういったことがあるから子どもたちは56時間集中できるわけなんですけども,、えっと、もうそういったことがないわけなので、まあ、きちんと指示をするとか説明をするとか。 学習の手順を示すとか、まあ、そういった仕組みシステムが必要なわけだったんですけども、まあ、今回そういったものがなかったわけですねえ。ですからなかなかやりにくかったというのが、えー、実態だったんじゃないかなというふうに、えー、思うわけなんですけども、まあ、そういう仕組みがきちんと整っているところ、あるいはきちんと家庭へ学習の、えー、手順の説明があるようなあったようなそういった学校の子どもたちは。 あまり困らななかかったとといいうようよことも聞かれているわけですねでそれから朝の会を Zoom でやるそしてその朝の一日の活動をです、ね、先生たちと確認し合う帰りの会でもう一回つなげてそして今日はどうだったかというふうに一言を聞くそれだけでも子どもたちの意欲がつながったと。 そういったお話もよく聞かれているわけで、まあ、そういう中でですね、えー、オンラインで学習を進める、遠隔で学習を進めるということは、えー、コロナウイルスのえ中でですね大きくこう役割をえ確認、再確認できたんじゃないかなというような、まあ、そういった出来事だったよう、ね、に、えー、思います。あの最近、ですねその小室哲哉さんですね、えー、っとが、ですね2年半ぶりにマスメディアに登場したというようなニュースで言ったんですけれども。 ま小室さんというのはあの今まで ICT みたいなコンピューターを使って、えー、非常にこうあれですよね、えー、発信をしていた人でしたよね、まあ、その方の,あの何ですかねコメントを見るとなかなか面白かったんですけども、まあ、こういう世界っていうのは10年先になるかなというふうに思っていただけどもこのコロナウイルスが来て10年進んだような、まあ、そんな感覚を持っているみたいなことをおっしゃっていて、まあ、学校教育の方でも10年先に えー、到達しないとですね気づかなかったことをこの2ヶ月ぐらいで、えー、も僕も含めてなんですけどもいろんなことを気づかされていろんなことが進んだんじゃないかなってことを捉えているところでございます。 でですね僕はですねその教員をやっていたんですけどもあのその教員をやっていた頃にですねあの教えていた子ですね、まあ、その頃の子供たちっていうのは一人一台の端末をですね僕のクラスでやっていて持ち帰りとかやっていたクラスなんですけども、まあ、その子あのそのクラスの一人がですねカナダに留学をしています。でででここのの子たちががすすねこのがですね一人 カナダではどんなコロナウイルスの対応があったかってことをです、ね、大学の授業で説明してくださったわけなんですけ、ね、ど、高校2年生ですけどね、えー、と説明してくださって、ですねあと非常にあの日本と違いがあったなっていうところがありましたので、まあ、ちょっとご紹介すると、ですねあのカナダっていうのはもう毎日こう端末を持っていて、で常にですねあの先生方から情報が配信されていて、でそしてあの今日の学習はこういうことやるから、あのこれを準備しといてねと。 授業ではこういう学習の手順であるよ、えー、こういうような目標であるよ、えー、授業が終わったら、こういうところで、えー、復習をして、この課題をネット上で出しておいてねみたいなことが、まあ、日常的に行われているというわけなんですね。でそんな中でコロナウイルスで休校になった、えー、わけで、えー、そうするとですね、日常的にそういうことがあのやられているので、 きちんとですねあの、すぐに移行したと。もう次の日からオンラインになったというような話をしてくれました。で、教科ごとにですね、情報が日々配信されていてですね、えー、ともその授業ごとに詳細がですね、えー、常に書かれているような状態 先ほど説あのちょっと紹介ご紹介した、えー、Google のクラスルームってものが使われてるらしいんですけども、まあ、こんなような環境だったから、あの家にいても学校にいてもやることはあまり変わらなかったっていうような、そんなお話を、えー、してくれました。でですね、そのまあ、こういった事例は、ですねあの例えばこの東京都町田市ですね、えー、とクラウドで、えー、Chrome でみたいな話を使われているような、まあ、こんな環境がですね、まあ、日常的に カナダの学校では、まあ、もうごく普通に当た,当たり前に行われていてだから困らなかったみたいな話をしているわけですね。で先ほどの,そのオンライン授業5%だったってお話をしたわけなんですけども、まあ、こういうようなあの日常的に使われているからこそ何かあった時に確実に対応できるというような、まあ、そういった印象をカナダの話を聞いて受けていたところでございます。でそのこの子がですねあのすねごくあの いろいろと言った中で印象的だったのがですねその、とにかくこの情報の伝達が早いと、困ることはないぐらい早いと、自分が困っていたらすぐ先生たちが、その困っていたことに気づいて、すぐ情報を発信してくれるような、まあ、そんなような言い方をしていました。でそれからですねあの、日本っていうのは SNS を使うなと、中高生によく言うんだけども。はい むしろカナダは先生たちから使ってきてで、先生たちがあらゆる手段で僕たちを、私たちを、えー、っと学習情報であったり、学校の情報であったり、まあ、そういったことで助けてくれる。でその中で、えー、っと情報をもらえるんだってやると 情報リテラシーって言われてるものを育もうとしているっていう姿がよく見れるってことを高校2年生が堂々と言ってることが僕にとっては頼もしいなっていうふうに思ったところですね。でそれからですねそのこのクラスはですね僕がその2年間1人1台で持ち帰りまでやっていたのでタイピングはとにかく早かったんですけどもあのこの子がですね、えー、っといるホストファミリーの小学校1年生の方が私よりタイピングが早くて、えー、っと私はショックだったと。 私は日本の中でも相当早い高校生だと思ってたんだけどもそんなことはなかったと世界は広かったというようなこ話を聞いてですねあの逆に僕がショックを受けたというような話だったんですけども、まあ、とにかくカナダの人は何ですかね日常的にやっていて。 っってていいうようよなことをあの伝えたたのがあの印象的だったわけですねあのまとめますとあのとにかくこう毎日使っていること日常的に使っていること、えー、対面だろうがオンラインだろうが常にオンライン上で、えー、情報が、えー、共有されていることでそこを見れば大体のことが分かること。 ということがですね、えー、とこういう,こう何が起こるかわからない時代にとっても大事な、えー、情報なのかなというふうに感じていますとこういった環境を整えていくそして先生たちがそれに慣れていく、えー、そして、えー、とその先生たちを支えていくようなそういった仕組みが大事なんじゃないかというふうに捉えているところでございます。 <laughs> まあ、でこういった仕組みはですね、その先ほどからあのお話ししているように G s u i t の Google の G スイートのような仕組みだったりします。えっとまあ、長野県だとですね、高校が、えっと、1人アカウントをです、ね、全部取得していたりとか、まあ、一部の市町村は取得しているらしいんですけども、こういったことが必要になってきまして、奈良県ではすべての,小あの先生と子どもがアカウントを を取っていいるととうことですねアカウントを持っていれば誰もが、まあ、端末がなくてもですねどこからでも一応その学習情報にたどり着ける。 わけですね今までの調達の方法とか整備の方法っていうのは端末から先に入っていたかもしれないんですけども、まあ、今はですねそのアカウントから入る方がいいんじゃないかっていうふうにまあ言うようなことも事例も出てきているというわけですね。す、ま、べ、あ、ての子どもが1人1アカウントを持っているということがどこからでも情報が手に入る学習情報を先生方が配信できるというような、まあ、そんな仕組みになっているんじゃないかなというふうに思います。 でですね、先ほどからあのお話ししてるんですけどもそのオンラインで先生たちがつながっ先生たちと子どもたちがつながっていることはどれだけ大事かっていう話ですねで、対面だとですねあの先生たちがそれこそ叱って褒めて、えー、きちんと説明をして教材を出してっていうところが可能になってくるわけなんですけどもあのそれが途絶えているとですね1人で自己調整できる年齢じゃないので、えー、勉強っていうのは続かないわけですねですから えとまあ、こういったです、ね、環境の中で、えー、先生たちがいつでも指示ができる、いつでも説明ができる、えー、子どもたちが困らない学習情報を提供できる、どんな手順で学習をすればいいか、えー、ゴールはどこなのか、まあ、そういったことが確認できるような、まあ、そういったプラットフォームが必要になってくると、それを毎回、毎日毎日動いていることが、えー、子どもたちにとって、何があっても、あったときにも安心できるものになってくるのかなというふうに考えているとい。 で今までの学校ってのはですねその、まあ、この物理的な空間があってそこにですね学び合いが起こって、えー、きっと課題があって、えー、教材が提示されて、えー、知識が伝達されて、まあ、こういった環境だったわけなんですけども、まあ、これだとですね、まあ、これからは間に合わないだろうとでこの間に合わない理由ってのはいくつかあるわけなんですけども。 特にですね、休校になって2ヶ月間、物理的にこういった環境を失ったわけですよね。で、物理的に失ったとするならば、インターネットと、えー、とオンラインとですね、対面と、このハイブリッドで学習を進めていくようなイメージを持っていないとなかなかこの2ヶ月っていうのは、まず取り戻すことは不可能であるというようなことが考えられます。 物理的に2ヶ月を戻すことはもうあのだあの世界中の誰もが、えー、不可能ですので、まあ、そういった意味ではですね、うん、えっと今の,あの話になっていたように、えー、オンラインがの中で、えー、っと常に学習情報それから家庭への連絡、えー、相互連絡ですね、まあ、そういったものも行われながら、えー、学校でもきちんと今まで通りですね先生方が、えー、培われてきた、えー、知識と技術とノウハウと、うんえー、そういったものを含めてえー、っと 組むようになっていくことが重要なんじゃないかと。 いうことですね。キーワードは多分ハイブリッドっていうようなことを今言われてるわけなんですけども、オンラインと学校のハイブリッドを目指していく。えー、そういったようなことですね。えっ、ー、と、まあ、学校教育ですから様々なことを目指しているわけですね。僕もあの肌で感じてきた人間なわけなんですけども、学校教育の良さというのは誰しもが認めていて、まあ、今回もすごく分かったんじゃないかなというふうに思います。僕もすごく実感しています。息子がいまして、えー、とずっと家にいましたので、まあ、それをすごくあの分かったわけなんですけども、まあ、ただそれだけだと、 まあ、あの不十分であるとっていうのがまこれからになってくるんじゃないかなというふうに思います。でそして今ですね、まあ、そういったあのことに取りあの取り組んでいくときにですね、やっていかなきゃいけないことっていうのはいくつかあって、えっとま教員研修であるとか環境整備とかまあ、そういったことはそうなんですけども、その一人一アカウントのクラウドの ID を持っていることでやったりとか。 え、関係するですね、条例等の改正ですね。セキュリティが強すぎて、あの、何もできない学校っていうのは、先生方も多分今までとっても体験されてきてると思うんですけども、本来子供たちのが、あの、個人情報を守るべき、え、ものが、 ええこ子供たちの学習の機会を奪ってしまうえネットワークの仕組みであったりとかえその法律の仕組みであるとかまそういったことはですねぜひ解消していかなければならないようなえことだというふうに捉えられているわけですねえ、うん、まそのこのありをですねぜひえっと先生方とですね議論をできればいいかなというふうに考えているところでございます。 こういったことがですね、あの、一つ、えっと、コロナウイルス対応によって、えー、分かってきたこと、えー、そして、これから取り組むべきことなのかなというふうに思うんですけども、ただですね、ここで止まってはいけなくて、えー、っと、本当はですね、その前にギガスクール構想というものがあって、その中でコロナウイルスってことが起き,起きてしまったので、えー、どうもするとですね、その、コロナ終わったんだからいいんじゃないのみたいな。 まそういったような意見とかもなりそうなわけですよでもそうじゃなくて元の時がスクール構想がある中でこういったことが起こったってことをですねあの今一度確認をするべきかなというふうに思うわけですねあの なんです、ね、今日 w ウィズ・コロナっていうテーマですね、ウィズ・コロナっていうことは、ですねコロナ前に戻ってはいけないわけで、コロナがいつもある中で、そしてこれ,これから何が起こるか分からない世界で、えー、っていうことを前提に踏まえていくと、ですねもうあの対面だけの授業には戻らない、戻れないんじゃないかなっていうのは個人的な見解でありますし、まあ、あの文部科学省もですねあの,ひあの頻繁にですねそういったことを発信されているんじゃないかなというふうに思うところです。もちろんそ 教育委員会さんもです、ねえっと、いろんなことを発信されていて、え同等のことを言っているように思っています、えっと。まずそこで、ですねそのギガスクール構想の前に1回確認ですね、えっと、教員の ICT 活用というところと児童・生徒の ICT 活用を分けて考えていきますと、その教員の ICT 活用というのは教科書を大きく写すであるとか、学習方法を大きく具体的に示す。それから デジタル教科書であったり、動画で教材を示す。まあ、こういったあの分かりやすい説明のため、分かりやすい教授のために、えー、教えるという手段のために ICT を使うというのが、まあ、これまでの教員の ICT 活用だったというふうに思うんですけども、まあ、ここはあの従来型で一斉指導であったり、まあ、そういったことに使われてきたわけですね。でただですねあの、まあこ、そこで止まるわけじゃなくて、まあ、ギガスクール構想というのは子供たちが えー、児童生徒がですね ICT を使っていく、えー、そして情報活用能力をあの育成していくってことが基本になるわけですね、えー、例えばこの5年生の理科の事例ですけども、えー、っとプログラミングをしていてそして、えー、そのデータをですね、えー、っと表計算で、えー、統計処理していてでそれをプレゼンテーションして、えー、さらにそれを、えー、っとリアルタイムでも他の、えー、子どもたちがですね参照して あのグループこうなってるよ、うちのデータとちょっと違うよねとか言いながら、もう一回実験をやり直したりして、ですね、まあ、そんなことをしながら、情報活用能力とか、ICT を駆使しながら、資質能力を育成するというのが、今回の新しい学習指導要領のえ特徴なのかなというふうに思いますし、ウィズコロナというところでえ求められているところの一つなんじゃないかなというふうに思います。 えっとこれもですね、えっと、スライドですね、プレゼンテーションのスライドを、えー、同時に、えー、編集をして、えーいえー、グループ1はスライド1直してね、グループ2はスライド2のところで、えー、編集してって、ね、グループ3はスライド3のところで新しい課題に取り組んでってね、同じあのスライドで同時に、えー 情報が更新されていて、そして効率的に行われていく、これもですね、多分ウィズコロナっていう時代の中で、えー、っとすごく速い速度で進んでいく社会の中で求められている力の一つなんじゃないかなというふうに思います。あの今まで教育っっってててのは多分あのじっくりやってきちんと考えて 深く入っていくみたいなこともあったんですけどもそこに多分おそらくこの時代の求められるものの一つとして効率的に何かを取り組むっていうことも一つ入っているんじゃないかなというふうに思います。僕たたちが考えていた社会よりですね はるかに速いスピードで社会が進んでいる中で子どもたちにもその速い速度の中で速いスピードの中で社会に対応できる力っていうのはもちろん求められているわけでそういった力を身につけていこうっていうのも一つ情報活用能力の大事な、えー、視点、えー、ポイントなんじゃないかなっていうふうにこういう仕組みが出てきてる時点でですね感じなければいけないことの一つだと捉えています。 でその情報活用能力なんですけども、学習の基盤になりました。えー、今まで言語能力が基盤でした。ですから、私たちは言語活動をたくさんさせたわけなんですけども、言語活動とともに、情報活用能力の育成なので、情報を活動させるわけですね。えっと、それはですね、ICT をもちろん使わなければいけないというのが、今回よく出てきていると思います。えっと、学習目標だけではなくて、学習の方法、教育方法を 学習指導要領で示しているわけなのでこの方法でやりましょうというようなトーンで書かれているのが正しい学習指導要領だと思いますただ、えっと、今の日本の現状、えー、情報活用能力はです、ね、子どもたちどのくらいあるかというとですね例えばタイピング速度は小学生は1分間に6文字しかなくて中学生は1分間に17文字しか打てないわけですねで僕たちはあの学習で今まで学校でですね書くということも重点に学習をさせてきたわけなんですけども ICT に置き換わった時、えー、っときに、キーボードで打つということが、えー、メインになってくるわけで、書くに代わって打つになるわけなんですけども、この打つ力がないので、学習がはかどらないわけですね。鉛筆で文字が書けるのは、ですね小学校1年生から、えー、っと着々と、えー、僕たちはこの子どもたちにスキルを身につけさせてきたので、だからいっぱい書けるわけなんですけども、まあ、そういった着々と、ですね、えー、日々、えー、そういったトレーニングもしていかないと、今、いけないような状況になっていると。 というわけになりますでそれからですね、えー、と子どもたちの ICT の活用の状況なんですけども、日本の特徴としては、えー、ICT を子どもたちはどう使っているかということなんですけども、娯楽でしか使ってないっていうのが、えー、一つこの話題になるとことでございます。えー、とこれも最近あの、また日経新聞で取り上げられていましたけども、えー、と子どもたちは娯楽にばっか使っていて、学習でほとんど使われてないと。もうこれは両方とも OECD 諸国で1位なわけなんですけどもあの娯楽でしか ICT を使っていない子たちに学習で急に使えって言われてもやっぱ難しいわけですねですから、えっと、先ほどのオンラインで取り組める取り組めた、えー、この中でオンラインで取り組めたという学校さんはですねおそらく ICT で学習に取り組んでいたわけですねですけども ICT で学習に取り組んでなくて子どもたちの、えー、家庭の機器だけで娯楽に使っていたような そういったあの家庭は、あの学校はですね、おそらく、えー、何か使おうというふうに決めて導入したけども、どう使ったらいいか分からないというような状況が生まれてきたんじゃないかな。じゃあですね、こういうことを、えー、っとやっていこうっていうとですね、先生方はですね、情報もある教育どうするんだ危ないじゃないかっていうふうに言うんですけども、僕はあのその一人一台を使わせていた経験上考え感じていることはですね、えー、っと子どもたちに一人一台を使わせていた方が、 目の前でですね、情報モラルを指導する場面に たくさん遭遇すするわけです、ね、例えば稲瀬さんのスクールタクトを使っているっていうのもそうだと思うんですけどももうそういう中で好ましくない言葉遣いであったりとか、まあ、そういったことが行われた時に直接指導できるわけなんですけどもこのグラフでしか使ってない状況というのは家庭でしか使われてない家庭でしか使われてないのに家庭で情報もあるの事件が起きるわけですねでそして見てない事件を先生方は学校で処理しなければいけないというようなそういう悪循環が生まれているわけですですから ICT を使わせた方が先生たちは情報もある の指導場面にきちんと遭遇できて、そしてきちんと先生方が指導できるわけですね。今はそういう状況ではないから情報もあるが後手後手に回っているような印象を受けています。そして最後になりますけども、大人も ICT が苦手という話です。これは PIAC という調査なんですけども、大人に紙とそれから CBT、コンピューターで行うテストですね。同じ内容でテストをさせるとですね、どうなるかというと、 紙で日本人はテストを解くと1位になれます。だけど、もうコンピューターでやると、なんと10位に下がってしまうわけですね。同じ内容でもコンピューターを使うと、えー、日本人は力を発揮できてないというような、まあ、そういう調査が出ていますで。私たちもそうですけども、一般社会はもちろんそうですけども、ICT を使うって仕事をするってのは当然なわけですね。もうもはやそんな社会はないわけですけども、まあ、そういう ICT を使う社会の中で、 力を発揮できてないっていうような調査がですね あるということは、ICT を使っても子供たちの力が発揮できるということが極めて重要なんじゃないかという話になってくるわけですね。ICT を使ったらですね、なんだろうな、自分たちのこう日本人が持っているこう優秀な力をです、ね、出せないすると、やっぱりこう学校教育でやってきたものとしては、やっぱちょっと悲しいな僕自身は思うわけですね。えっと、あんなに頑張ってきたのに ICT スカウト、力発揮できないんだってなってしまうとですね、なんか悲しいわけなので、まあ、ぜひそういう力がいつでも発揮できるような、 そういったことをですね、あの目指す学校教育である必要がありますし、そういったことを支えていくような仕組みが必要なんじゃないかなというふうに捉えているところでございます。えっと、時間少しオーバーして申し訳ございませんでした。ここで一旦ストップしたいと思います。ありがとうございました。